Peggy 18。今回矢上相当いろんなことやってますよ。お酒入ってる時に考えつきませんでした。お前ら覚悟しろよ。始まりますよ。始まっちゃう。よしああ痛い。痛い。これ痛い。やっぱりその周りの皆さんはすごい驚いてましたね。割と女性とか普段ドラマだったり映画に出演されている女優さんだったりとか、すっごいひそひそって感じで、ジャッジアイズクリアしましたって言って、いやもっと普通に言ってくれよって思ったんですけど、前作で経験したまあ矢上隆之っていうベースがあるので、いい感じでスムーズにフィードバックできるかなと思ってたんですけど、今回本当にストーリーが以前とは全く違うストーリーになってますし、舞台が全然違うので、高校というすごいねセンシティブな舞台もあって、まあ今回もう一つのキーワードとしてですけど、まあ、いじめというのがまあ一つのモチーフにもなってる中で、特にゲームという中で言えばまた見たことないコンテンツが出来上がる予感はもうあったので、まあ苦労かけたと思うんですけど、でもいいものになったと思います。はい、いろんなね監督がまた考えてるんですよ。学校の中に一度矢上を入れたら何部もあるし、今回矢上相当いろんなことやってますよ。せっかく高校という舞台はしっかりこうモデルも作ったので、じゃあやっぱりこう木村拓哉 in 高校っていうのをやっぱり味わえるコンテンツにして楽しませてあげたいな、ユーザーをという気持ちはやっぱり避けようがないというか、僕も見たかったし、思い切って、要求させていただきました。ちょっと夜お酒入ってる時に考えつきませんでした。でもノリはそんな感じですよね。すごいいろんなことやるんですよ矢上が。今回横浜のエリアがですね新たに追加されたということで、今作のですねプロデューサーの細川と一緒に、実際にその実機の方を見ていただきたいなと思います。はい、今作ロストジャッジメント裁かれざる記憶のプロデューサーの細川です。本日はよろしくお願いします。じゃあ早速ですけども、今作の重要な舞台である横浜、いろいろ名所巡りをしていきたいと思います。わ、これすごいな、この再現度。お、スケボー乗ってくれた。スケボー乗れる。そんなこともやっちゃうんだ。そうです。でもこれこういうね、多分行為はね、多分したら怒られるね。怒られますね。すごいな再現力。これやっぱ作る時には徹底的なロケハンするんですか。しますね。そうですね。はい、もうそれがないとやっぱり、なんとなく想像でも作れるんですけど、やっぱ実際に調査する裏打ちがあるないっていうのはもうその感じられるリアリティが全然違いますもんね。前作に引き続き登場する矢上探偵事務所もいくつかリニューアルされてるポイントがあるので、前作ここピンボールの台が置いてあったんですね、ただ今作は何が置いてあるかというと、セガマスターシステムという置いちゃったんだ。でゲームをプレイする中で、この遊べるソフトを街の中でいろんなことをクリアして増やしていくっていうのを考えてるんですね。あ、すごいね。昔のゲームってなんすかね、この安心感。続いてはバトルの方を見ていただきたいと思うんですが、せっかくなのでですね、イベントシーンからバトルへっていう流れを一連で。うわー、これ実際に撮影したら大変だぞこれ。お前
覚悟しろよ。後できっちり説明してもらうからな。はい、じゃあここからというわけで始まりますよ。おお、始まっちゃう。はい、始まっちゃう。始まっ、よし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 。おお、いきなり大技出しました。ほらほら、うわ、痛い。お、拾った。よっしゃ。よっしゃ。撮影でこんなアクションできたら最高だろうな。あー痛い。痛い。これ痛い。おー痛い。よう。出た。手貸すぜ兄さん。この役の人から一人でよく頑張ったな、この作業ってこんな大変なんですねっていうラインが来ました。通りすがりのヒーローだよ。ビルの裏側にやってまいりました。ここからが、その我々がアスレチックと呼んでいる、新しい調査アクション。このように壁をよじ登って、時にはですね、こういう足場が崩れてるところとかはジャンプで走り抜けると、ちょっと上にパイプがあるんで、はい、ここを伝っていきましょう。完全にサスケじゃないですかこれ。で、おいおいおい。さまざまな高校でさまざまな若者たちとの交流があるっていう中で、今回これボクシングとなります。でですね、同じあのバトルとはだいぶ操作が違うんですね。まあちゃんとガードをしつつ上下打ち分けつつ、相手のガードを崩して、まあ、上下打ち分けると、敵がなんか奮起しましたね。今うちもラッシュかけましょう。ほう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 。本当に今一部、本当にもう全体の中でのもうちっちゃな破片だけ僕今覗かせていただいたんですけど、すごいことになってました。ここから扉を開けていただいても全然、はい、違和感なく楽しんでいただけると思いますし、逆に前作ジャッジアイズをプレイしてくださった皆さんだったら、ああまだこいつらこんな関係なんだとかで、新たな出会いがですね、今回結構衝撃的な新たな出会いがストーリーの中でいっぱいありますので、もうこれは間違いなく楽しんでいただけるなっていうふうに、はい、僕も早く全体が見たいです。